皆さんはお題のことを知っていますか？お題は天下を統一して江戸に幕府を開いた徳川家康のお母さんです。そして私たちのふるさと刈谷に住んでいた人物です。お題が生きた戦国時代は武士同士の勢力争いが激しく、女性にとっても大変厳しい時代でした。これは混乱の世を知恵と愛情で強く生き抜いたお題の波乱万丈の生涯を描いた物語です。勢力争いや駆け引きによって女性の嫁ぎ先が決められる。戦国時代には当たり前のように行われていたことでございます。しかしまさかそれが私自身の身に降りかかろうとは夢にも考えたことはございませんでした。幸いなことに広忠様は心の優しいお方でした。お代、何も心配はいらないよ。当人同士の知らないところで決まった結婚でしたが、私は小さな幸せを感じておりました。松平の主として心を鬼にして、そなたには離縁を言い渡す。これが本心でないこと分かってほしい。時にこの度の戦、今川方に厳しいようだが。は、しかし私も武士の端くれ、いざという時は命に代えてでも。なりませぬ。元康殿は生きて生きて生き抜いて、争いなどない世の中にしていただきとうございます。